月江11月5日から1999年は日本の女優である。初期芸名は松浦月枝だ。出生名は大野月枝だ。結婚後の本名は松田月枝だである。1907年11月5日、大韓帝国不山に大野月枝だとして生まれる。1910年5月、坂東つまさぶろう筆頭に当事院の東秋ネマを抜け出た女優らが、 牧野プロダクション創設の方を聞き、牧野映画上映舞台挨拶のため挑戦にわたる。富山に着いた坂東に、挑戦で牧野映画の配給をしていた。桜には藤尾が松浦を女優にしてくれと頼み、バンツマが了承。同年6月、牧野プロダクション五室撮影所が発足、バンツマの世話で、これに移籍。同年、松浦月江名義で、二川文太郎監督の、 乱闘前編に出演した。1926年、同社社長の牧野正造の指示で改名、高見沙大監督の浪人地獄から、松浦月へと名乗った。最核一大女出演時の松浦1930年12月以降の牧野プロダクションの経営難に際して、名古屋あるいは東京、浅草で他の所属俳優たちと共に舞台で活動し、収益金を 葬儀資金に充てた。1931年には、同社は制作停止せざるを得なくなり、最終的に解散となる。同年、新興キネマに遺跡。1932年1月、牧野正造の息子の一人である、松田貞次と結婚し、同年、代表作となる、山中貞夫監督の、磯野玄太高いねの長脇座氏に出演する。 同年2月設立されたただしえいまきのキネマ、同年11月からは、宝塚きネマ工業、1933年には、渦政発生映画、1934年には、江戸内映画社へと移籍した。1935年11月、牧野正弘が、牧野陶器製作所を設立すると、夫の松田と共に参加した。第二次世界大戦後は、牧野光雄が、 経営陣にいる、東横映画で活動。1951年、同社が他の2社と合併して、東映が設立されると、東映京都撮影所の専属女優となった。1965年、引退。1999年、死去。満9 1から92歳没。1929年当時の雑誌記事によれば、当時の身長は5尺1寸。 体獣は、11巻400問目、京都市街花園村在住とあった。1920年代、1930年代、1940年代、1950年代、1960年代。ありがとうございます。